DJ のりがお送りしてます。レコメン、えー。今夜の生放送には来週水曜日にニューシングルダーリンとマドンナをリリースするキッカーゆーちゃんが来てくれてます。引き続きよろしくお願いします。お願いします。いや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 、前半戦はね、はい、若干私緊張してまして、はいあのスーツに着てたもんだから、うん、汗がドバドバ出てたんですよね。<laughs> やっと上着をね、脱がさせてもらいました。<laughs> はい、これでもう大丈夫ですね。大丈夫ですかはい。なった。もう安心してください。さあですね、今日はですね、リスナーのみんなから胸キュンゼリフを、えーえー、もらっておりまして、ここからですね、今度は あの、女性に。はい。言ってもらいたい。胸キュンゼリフということで、うん、えー、キッカちゃんの生声で、紹介してもらってよろしいですかどうぞ。行けますかはい。行けるんですか行けますよ。いいんですねはい。行っちゃいますよ、本当に。<laughs> ねえ、じゃあ行きましょうかね。さあ、それではお願いします。はい、えー、北海道のガチさんにいただきました。胸キュンゼリフ。好きなんでしょ私のこと。わかるよ。 やっべえなこれはやっべえなー <laughs> いやーびっくりしたまだびっくりしてんな。<laughs> これね、まさかの掟き手破りなんですけど、もう一回言ってもらっていいですかね <laughs> う<ー>もう一回まさかの、まさかのもう一回いきなりですけど、もう一回お願いします。じゃあ行きます、ミネキュンゼリフ。はい。好きなんでしょ私のこと。わかるよ。<laughs> あれ、俺だけですか あれ、俺だけこんなに、もう、あ、盛り上がっちゃってんの。あ、ほぼ気持ち悪いでございますか。いやー、素敵でございますね。ちなみにこんなことは言ったことありますないですね。でもなんか、すごい似合ってますね。本当ですかはい。でも、S っぽいってよく言われるんですよ。実際どっちなんですか ?S です。わおそうなんですかそれでもバンバンいっちゃうんですね。もう、はい。あ、S なんですね。はい。あ僕、ちなみにね、ド M なんですよ。あ、合いますね。合いますね。二人のビジョンが見えてきましたね。 <laughs> 見えてないですね。<laughs> すいません。<laughs> じゃあ続いて。<laughs> はい。続いていきます <laughs> はい。埼玉県の秘密のお菓子屋くんさんからいただきました。胸キュンゼリフ。また二人だけの秘密できちゃったね。<laughs> もうありがとうございます、本当に。<laughs> いいなぁ。これもいいなぁ。さ、どんどんお願いしますよ。どんどん。熱いやつお願いします。はい。大阪府の TK マジンさんからいただきました。胸キュンゼリフ。 痛い足くじいちゃった。おぶってね、おぶって。<laughs> いいですね。逆に S と思わしといてのこのセリフも嬉しいですよね。うん、いいですね。たまにこういうふうに甘えちゃう言葉も使いますいやー。まだ言ったことないですかはい。うわ、いいですね。ぜひ言ってもらいたいですね。そうですね。これも似合いました、すごい。さあ、お願いします。あ、次私、メイガ。うん、いや、僕のセリフなんかいいんじゃないですかもう、きっかちゃんにずっと聞いてたくないですかはい。 でも、それでもどうしてもね、<ん>ノリが欲しいって言ったら行っちゃいますよ。ね。<laughs> きっかちゃんに向けて行きますよ。はい。ラジオネーム、パピポ14歳埼玉県からいただきました、胸キュンゼリフ。違うクラスのやつに、お前の目目アド教えてって言われたけど、めんどくさいから断っといた。これはどういうことですかこれは、あの、あ、 なんか不思議、不器用な感じで胸がキュンとしませんかということなんですけど。はい。なんか、あれなんで本当は好きなんだけど、その、ちょっとやきもち焼いちゃってる感じで。いった教えたくないから。あ、なるほど。めくせえから教えなかったよ、みたいな。あそういう、男子ってね、多分結構恥ずかしがり屋さんが多いんですよ。あ、そうね。僕なんてめちゃくちゃそうですからね。へはい。だからこの気持ちはちょっとわかりますね。いいですね、でもいいですよ、これは。うん。じゃあ、きっかちゃんいきますか。いきますよ。 えー、東京都の岡白さんから頂きました。胸キュンゼリフ。私の髪に触れていいのは君だけなんだからね。<laughs> もう笑顔しか出ませんね。<laughs> <laughs> <laughs> そゃそうですよね。そゃそうですよね。本当ですかえ、どういうことですか何がですかさすがに僕が今さったら怒りますよね。よ怒りますよね。よいよいよ <laughs> それは怒りますよね。そね、うん。はい。そんなに真剣に言わなくて、言わなくて、止まり、あの、触りませんよ、ね。<laughs> やめてください。大丈夫ですよね。さあ、もう一枚行きましょうか。はい。埼玉県の秘密のお菓子屋くんさんからです。胸キュンゼリフ。はい。もう二人の時は敬語禁止って言ったでしょ <laughs> いいねこれ。僕のこれ理想でございますね。<ー>僕の理想ですよ。本当ですかはい。僕今敬語を使ってるんですけど、ゆくゆくはね、敬語使うのがいいですもんね。そう、いいですね、なんか。敬語使わない方が。きっかちゃんは敬語使うんですか、よく。初めてこう、出会った人とは敬語ですよ。もちろん敬語ですか。あ,ーでーあーでー、でも、あ、でも、でも、ため口が多いって言われます、みんなに。友達、友達とかにも。あ、似合いますね。 なんか、今日で僕の中でイメージが変わったから、もう全然似合います。本当ですかかなり壊れましたからね。ガチャ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 ーンって僕の中では。本当ですよ。ちゃんと知ってから。はええもん。ですかもっと知ってからですよね。ありがとうございます。お願いしますよ、そんなこと。うわ、あと3時間ぐらいやりたいですね。あと3時間。リスに被っちゃうな、これな。もう1枚行きましょうか。じゃあ、きっかちゃんお願いします。はい、えー、埼玉県の秘密のお菓子屋くんさんからです。 いただきました。胸キュンゼリフ。ねえ、ちょっと歩くの早い。ありがとうございます。でもこれは言わないでしょう。もう分かったんですよ。言わないですね。はい。言わないでしょう。言わないですね。言わないですよね。はい、絶対にもう、足から血が出ようがついてきますよね。<laughs> そんな感じじゃないですか。もう、そういう。 強気なところがありますもんね。うん、ああ。どうですかうん、多分そうだと思います。あってますんね。あんまり甘えたりはしないと思いますね。すごいですね、このギャップのサネ、ね。あ、本当ですか初めて見た時、本当にお嬢さん、なん,んですかね、お姫様、みたいなイメージだったんですよ。ええー、初めて言われる。ねえ、でも今日話したらなんかすごい、話しやすい感じでびっくりしてますね。すうもう本当に、ガムとかあげるよみたいな感じで平気で言えそうですもん、僕 <laughs> ガム <laughs> <laughs> 食うみたいなこと言うその感じですね。そう <laughs> ですか。逆にこうやって気ぃつかれないですもんね。そうですね、逆に。逆にこれおにぎり握ってきたから食べなとか言われた方がまだ良くないですか <laughs> <laughs> まだいいですよね。はい。わ、はい、かりました。ね、ライフな、ね、い。さあ行きましょう。さあ、なるほど。ここで、リスナーから送ってもらいましたメールで、僕がキッカちゃんに告白するという。来ましたよわ<ー>一世一代の、ちょ、ガイさん。 構成作家のガイさん。決めてください。あ、僕が決めるんすかこれ。あ、よかったよかった。俺の人生をね。<laughs> 俺の人生をガイさんが決めるかと思ってびっくりしたよ。危ねえなーあ、これ。あーつ,つ、待てよ。キッカちゃんでしょ巻き目でとか言ってんじゃんねねなんうか <laughs> ディレクターが巻き目でって。俺の人生かかってんだよ。わかってんのかよ。<laughs> キッカちゃん、今日うちの親聞いてっからね。お願いしますよ。えー、これで行きましょうはい。<coughs> えー、ラジオネーム、えー、リット神奈川県からいただいたやつですね。いきますよ。胸キュンゼリフ。俺って、お前のこと、好きになる、権利ある <laughs> 返事お願いしますすいません。イェー祭りですね。えなんですか 全然わかんない。え、何が何え、もう一回いきます。もう一回いきます <laughs> ごめんなさいね。<laughs> 俺って、お前のことを好きになる権利あるすいません。え、何どういうこと <laughs> な何が <laughs> あ、振られたんです今ね。<laughs> そうですね。振られましたよね。はい、すいません。これで59人目です。 おめでとうございます。記念すべき十9人目の。よかった。はあ。バカみたいですね、僕ね。<laughs> 昨日全然寝れなくて。<laughs> えー、<laughs> スーツを急いでクリーニング出してね。バラなんて買って胸に刺しちゃってさ。<laughs> はあ。キカちゃん、なんか素敵なお知らせがあるということで。はいはいそう、ね。あるないですよね。 あ,あるんですか、はい、こんな僕を振っといてまだあるんですかなんか言いたいことが。はい、じゃあ教えてください。はい。あのー、ほんと、9月の26日に発売する、ダーリンとマドンナ、リリース予定なんですけど、それに伴いですね。はい。キッカの単独ライブも。おあるんですよ。<お>キッカフェス、ォーユーっていうのが。f o ーはい。いつあるんですかいつあるんですかこれはですね。はい。10月の5日は大阪のファンジェートワイス、はい であって。で、東京はですね、10月6日が品川ステラボールで。8日が、えっと、オンエアウエスト。オンエアウエスト。はい。はい。であるんです。うーわー。ぜひ来てください。いいんですか今それを待ったんですよ。あ、全然全然来てくれるのは構わないです。ちょっと待ってください。一回だけマネージャーさんの顔見ていいですかはい。ダメっぽいな、これ。これダメっぽいな。じゃ、まくまたスーツでバラわいていきますね、じゃあ。いやー、いいじゃないですか。いいですか。でも、僕歌とか自信ないですよ。大丈夫ですかね。え だから全部覚えてくるんですよ。あ、なるほど。じゃあ僕、ステージに立っていいんですか覚えてきたら。いや、それはダメです。けどダメですか、ね。ダ <laughs> <laughs> ありがとうございます。ぜひともね、えー、じゃあもう一回、えー、告白をやりたかったら、やってもいいですか、うん、その場で。あ、大丈夫ですよ。絶対そうでしょ。いや、いいですよ。本当ですか、はい、<laughs> どっちにしろ答え決まってますから、みたいな。はい、壊してますね。<laughs> 参るな、もう、きかせ素直だから出てますよ、顔にね。どうですかありがたいですね。ありたぜひともね、これにこれずに、はい。あの、また、遊びに来てくださいね。はい。楽しかったですか楽しかったです。本当ですかもっと見、あもっと出たいですね。本当ですかはい。リスンとどっちが楽しかったですかいや、もう、どっちも楽しいです。どですかわかりました。ありがとうございます。で、最後にですね、はい。え、曲を聴きながらのおわかりになりますので、 曲紹介お願いしてもよろしいですかはい。私の5枚目のニューシングル、もう少しで発売です。ダーリンとマドンナキカちゃん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。